皆さんこんにちは、原神解説チャンネルのミオです。アシスタントのハルカです。世の中って闇が深いよな。急にどうしたのよ、ミオ。いや、最近暗いニュースが多いだろ。気にしないようにしてはいるけど、どうしても気分が落ち込むんだよ。わからないでもないわ。でも、そんな時こそゲームの世界へ逃げ込むのよ。現実逃避は決して悪いことじゃないわ。確かにそうだな。じゃあ原神でもやるか。そうそう、原神世界に暗いニュースなんてないんだから。ん？何言ってるんだ。原神には結構暗いエピソードが多いぞ。確かにメガリレーみたいな、どちらかといえば暗い話もあるにはあったけど、結果的にスカッと解決できたじゃない？それはそうかもしれないけど、例えば、リーユエの水質汚染事件とか、結構ヤバい話だっただろ？何それ？なるほど、ハルカはまだ、原神世界をがっつり探索しているわけではないんだな。うん、メインストーリーは済ませたけど、まだクリアできていないサブの任務がたくさんあるよ。でも、原神のそういう話、すごく気になるからぜひ教えてほしいわ。じゃあ今回は、原神の闇が深い要素について、いくつか話していこうか？お願いします。原神に対してそんなに暗いイメージを持っていなかったから、どんな話が聞けるのか楽しみだわ。それじゃあ行ってみよう。星と神殿を目指せ。最初はこちら、彼女の謎について話していくよ。我らがキャサリン、親の顔より見た気がするわ。わかる、キャサリンは各地の冒険者協会で、窓口として働いている女性だ。原神プレイヤーにとってはおなじみのキャラクターだよな。もちろん、キャサリンのことはよく知っているつもりだけど、謎なんかあるの？まず、キャサリンがどこの国にもいるって結構おかしくないか？ゲームのシステムだと言ってしまえば簡単だけど、よく考えると、キャサリンはプレイヤーよりも早く各地を移動していることになる。確かにそうかも。ワープを使って一瞬で別の国に移動しても、すでにそこにいるんだもんね。初めてリーユエに行った時を思い出してほしい。モンドのキャサリンから、リーユエのキャサリンへと手紙を届ける任務を、覚えているか？あったね。その時にリーユエのキャサリンは、プレイヤーと初対面であるかのような反応をしたんだ。それは覚えているわ。確かにその時ちょっと違和感を感じたけど、あまり気にしていなかったんだよね。だよな。ちなみにその時にモンドのキャサリンと同一人物なのかと尋ねると、はぐらかされるんだよ。信じがたい話だけど、キャサリンが複数人いるという可能性が出てきたんだね。そう、あくまでも可能性の話だけどな。ちなみに稲妻のキャサリンはどんな発言をしてたっけ？各地にいるキャサリンは全て同一人物だと言われるけれど、それが真実かどうかはわからないんだよ。続けて瞬間移動で冒険者協会の各支部を移動している、という冗談を言ってくるからな。あ、思い出したわ。あなたもワークポイントを使ってますよね？みたいなことも言われるよね。そうそう、主人公ではなく、プレイヤーに対して話しかけてきているような気がして、ドキッとするよな。あと、キャサリンにはもう一つ、大きな謎があるんだ。初めてこれに気づいた時には、驚きすぎて寒気を感じた。何？これは、キャサリンの近くでしばらく待機していると、すぐにわかることだから、ぜひ、実際にやってみてほしい。もう一度、お試しください。もう一度お試しくださいってセリフが聞こえたよな。これってキャサリンが言っているの？うん、このようにキャサリンは時々、機械的なセリフを言うんだけど。いつもの彼女の話し方ではないよね。キャサリンって一体。今はまだ、わからないことの方が多い。でも少なくとも一般人ではなさそうだし、明らかに他の NPC とは違う、特別な存在だということができるだろうな。もしキャサリンが人間ではないのなら、各地に同じ姿と名前の存在がいることの辻褄が合うわ。どうだろうな？いつかキャサリンの正体が明らかになる日を楽しみ待っているよ。具体的にはわからないけれど、何かしらの闇を感じるわね。というわけで、キャサリンの謎について紹介しました。続いて紹介するのは、リーユエの水質汚染事件だ。待ってました。オープニングで言っていたやつだよね。ずっと気になっていたわ。そうそう、この事件について詳しく説明させてもらうよ。まずことの始まりは、リーユエにいる戦艦軍の NPC から、水質汚染の情報を聞いたことだ。どうやら水源が汚染されたせいで、腐った匂いがするらしい。それによって、あらゆる被害が出ているということだ。飲み水をはじめ、水は私たちの生活に欠かせないもんね。そうそう、ちなみに詳しい原因は調査中ということで、その戦艦軍との会話は終わるんだ。もし人為的に汚染が起こされていたのなら、相当に重い罰があるはずよ。その水質汚染の原因はこちらの掲示板で明らかになるよ。戦艦軍の掲示によると、原因はどうやら若い女性の自決だったようだね。もうすでに闇が深いわ。ゲームとはいえ、いろんな人々がそこに生活しているんだね。
その通りだな。次に同じ掲示板に、娘を亡くした父親のこのような書き込みを発見するぞ。もしかして亡くなった娘さんって、タイミング的に自決した女性で間違いなさそうだよね。うん。続いて掲示板に書いてあった名前を頼りに、その父親本人を探すことができる。そこで今回の事件について、いろいろと話を聞けるんだけど、やはり自決した女性はこの人の娘だったようだね。新しく娘の名前と、自決の原因がわかったね。父親に結婚を反対されて死を選ぶなんて、よっぽど愛が深かったのかな？どうだろうな。それと結婚相手を貧乏教師と呼んでいることから、父親と娘は、かなり裕福な家庭だったんじゃないかと想像することができるね。娘の恋人を貧乏教師と呼んだり、娘の話を聞かず勝手に縁談を組んだりと、結構嫌な感じの父親だったね。でもこれで、水質汚染事件の全容を、把握することができたわ。いや、まだだぞ。この事件にはもう一つ展開が残っているんだよ。え、そうなの？ここはさっきまでいた李由恵校から少し離れた石門という場所なんだけど、ここの掲示板に、次のような掲示があるんだ。私たちが無事に逃げられて、新たな国で新しい生活ができますように。よくわからないけど、何かから逃げているってことかな？でも、これがさっきの事件と一体何の関係があるの？この掲示板の後ろの方にいるカップルだけど、はるか、この名前に見覚えはないか？これって、あの嫌な父親の娘？そう、名前が一緒なんだよな。あと、相手の男性は、貧乏な子供に算数を教えていたらしい。行き先や、旅の目的などについて、尋ねることができるんだけど、二人とも詳しいことは話したがらない。これは、例の娘で間違いなさそうね。父親の反対を無視して、駆け落ちしているんだね。あれ？でもこの女性、自決して水質汚染の原因になっていたんじゃなかったっけ？ここで、さっきの石門の掲示板を、再度確認してみよう。仮に掲示板に書き込んだのが、この娘なのだとしたら。今までの計画や共に犯した罪は無駄ではありませんように。まさか、水源で自決していた女性って。おそらく、娘が自分の自決を偽装するために、命を奪った誰か、だろうな。確実な証拠はないけど、一連の出来事をまとめると、そう考えるのが自然だよね。ひぃ、恐ろしい。な、闇が深いだろ？深いどころじゃないわ、原神にこんな暗い物語があったなんて。そうだな。このカップルと、水質汚染事件とが結びついた瞬間の驚きと恐怖は、今でも覚えているよ。本当に鳥肌ものよ。私も探索で、このカップルは見つけていたんだけど、こんな背景があるなんて考えもしなかったわ。というわけで李由恵の水質汚染事件について紹介しました。さあ続いては、塩化の宮の太陽の子について話していくよ。塩化の宮のストーリーは、しっかり読んだんだけど、実のところ、あんまり理解できなかったんだよね。登場する名前がどれも難しいし、話自体がかなり複雑だったからな。できるだけ簡潔に、そしてわかりやすく塩化の宮の闇を紹介していくよ。ありがたい。まず、この塩化の宮にはかつて白夜国という国が存在していた。ふむふむ。白夜国には太陽がなく、アビサルビシャックという敵対生物が生息していたんだよな。そこで白夜国の民は、暗い場所を好むアビサルビシャップを退けるために、人工的な太陽大日神輿を作り上げた。これにより、アビサルビシャップの脅威は除かれ、白夜国の人々は、安定した生活を手に入れたんだよ。この辺までは遥かもなんとなく覚えているんじゃないかな？うん、ここまでは覚えているわ。ここからが塩化の宮、つまり白夜国の闇の部分だよ。安定した生活を手に入れた、白夜国の人々だったけど、次第に一部の人間たちが、国を支配したいと考えるようになったんだ。うわぁ、人間の醜いところだ。そこで生まれたのが太陽の子というシステムだ。数年に一度、生まれてくる子供を選ばれし太陽の子、として崇拝し、この、太陽の子こそが、国を統治するという方法を取ったんだ。子供が国を統治するの？そこがポイントだ。太陽の子として選ばれるのは、まだ善悪の判断もできないような子供だった。もちろん、国を統治するなんてできるわけがないよな。だから、実質的に国を支配していたのは、太陽の子の裏にいる大人たちだ。子供を操り人形にしていたのね。これはヤバい国だわ。でも、太陽の子が成長したら、真実に気づいて何かしらの行動を起こしそうなもんだけど。例えば、その汚い大人たちを追放するとかさ。その通り、だから太陽の子が、善悪の判断ができるくらいの年齢になると、ある儀式を行うんだよ。なんだか嫌な予感。それは、大日神輿の中に入るという儀式だ。やっぱり、人工的な太陽の中に入る？それって絶対に子供は助からないよね？うん、要するに、太陽の子が一定の年齢になると、処分されるってことだな。そしてまた、
再び新しい太陽の子が選ばれるんだよ。ひどすぎる。結構エグいことをしているよな。人間は愚かな生き物よ。はるか、気をしっかり持つんだ。というわけで、塩化の宮の闇について紹介しました。続いて、暁ワイナリーのメイド長、アデリンの噂について話していくよ。ビルックが経営するワイナリーだね。メイド長にどんな噂があるの？ワイナリーの入り口付近にいる、この二人のメイドが、アデリンの噂話をしているんだけど、どうやら、アデリンは暁ワイナリーにある、秘密の部屋で何かをしているらしい。私たちの鍵はアデリンさんより一本少ないってなんかすごいリアリティがあるセリフだね。確かに、そこから秘密の部屋の存在を疑い始めるって、映画とかでありそうな展開だよな。そうそう、っていうか、アデリンって一体何者なのよ？秘密の部屋に気づかれたのに、あえて何もリアクションを取らないところがすごく不気味だわ。そのことについて、直接アデリンに話を聞くことができるぞ。気をつけて。噂についてはお茶を濁されてしまったな。しかもなぜかステーキをもらったんだけど、アデリンの最後のセリフを見ていたな。見たわ。あえて獣の肉であることを強調していたけど、本当はこれって一体何の肉なの？真実はわからない。でも、会話の途中で、唐突にステーキの話をしてくるのは怖いよな。こちらをからかっているだけかもしれないけれど、何かを暗に伝えているようにも感じられるんだよ。世の中知らない方が幸せなこともあるのよ。というわけで、暁ワイナリーのメイド長、アデリンの噂について紹介しました。ねえ、私も一個思い出した話があるんだけど。お、話してみてくれ。多分、リーユエのどこかだったと思うんだけど、喋り方が幼い大人がいて、なんか不気味に感じたんだ。かくれんぼのやつかな？そう、それ。あれって、両親が死んでしまったショックで、幼児対抗している感じなのかな？それか、子供のままで精神面の成長がストップしてしまった可能性があるよな。なるほどね。あれも結構闇が深いよな。彼は両親が亡くなった事実を知らないのか、受け入れられないのかわからないけれど、ずっと両親の帰りを待っているんだよね。でもすぐ近くには両親のお墓があるんだよ。そうだったっけ？うん、彼は文字が読めないから、墓石に書いてある名前もわからない。しかし、彼は現在文字の勉強をしているらしいんだよ。え、墓石の文字が読めるようになったら大変じゃない。さらに精神的ダメージを受けてしまうよ。でも、せっかく勉強をして、成長しようとしている彼を止めるのも、何か違うよな。これはすごく根が深い問題だ。というわけで、今回は、原神の闇が深い要素について紹介しました。原神にも、暗いニュースがたくさんありました。あんなに明るくてポップな印象だったのに。まあまあ、原神がそれだけ幅広い要素を含むゲームだってことだよ。でも、今回紹介した闇が深い要素は、ほとんど NPC 絡みだったね。プレイアブルキャラクターをはじめ、いわゆる主要どころが一人も出てこなかったわ。主要キャラクターたちは、なんだかんだ言って、全員特別な存在だからな。いつの時代でも、どこの世界でも、理不尽な目に遭うのは我々一般人なんだよ。ミオがこの世の真理を悟っているわ。でも、確かに一理あるかもしれないわ。お金や立場があったら、大抵の問題は解決しそうだもの。まあ、ショーやアルベドなど、闇とも言えるような、過去を抱えているキャラクターもいるにはいるんだけどな。探せば他にも、原神の闇が垣間見えるような要素があるかもしれないね。そうだな。皆さんが知っている、原神の闇をぜひコメント欄で教えてください。あなたのコメントを、お待ちしています。このチャンネルではこれからも、原神がもっと楽しくなるような動画を投稿していきます。動画を楽しんでいただけた方は、画面下の登録ボタンを押して、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれて本当にありがとう。概要欄にはおすすめ動画や再生リストがあるから、よかったら見てみてね。本当にここまでご視聴いただき、ありがとうございました。